皆さんこんにちは。国際沖縄空手道無双会の荒垣です。こんにちは。今日は先日挙げた What is ガマクという動画のコメントでして、コメント内容としましては Is a hip rotation with punching totally useless and how to attain 一見必殺というご質問でして、一見必殺、つまり一撃必殺のパンチを出すには腰を振って使うことが必要なんじゃないかというご質問ですね。いかがでしょうか。これはね、ここに原本がありますけど、Is a hip rotation or punching totally useless というのが答えなんです。すなわち彼が言ってるのは、一見必殺を得るためにはヒップローテーション、すなわち腰を回すまたは腰を振る、はい、というのは必要なんじゃないかと。これは、うん、はい、あなたが言うように完全にユースレス、無用なものなのかと言ってるわけです、はい、私の答えは無用です、はい、これは無用です、はい、これね、これはもう大変なことになるんですよ、っていうか、はい、なっていてしまったんです、はい、私が、沖縄武道空手の極意を20年以上ですか、もう前に、はい、出した時で、これが一応英語、それからスペイン語、はい、イタリア語に訳されてるんです、うん、あと2つぐらい訳されてるみたいですけど、はい、こっちには方向がないですね、はい、それを訳されてるんですね、はい、でスペイン語、英語、特に英語ですね、英語版である程度の、まあ、販売数はあったと。それで一番問題になったのが、荒垣という男は腰を回さないと言ってると、うん、はい、腰を振らないと言ってると、はい、でも沖縄の空手では腰を振る人たちがいるじゃないか、うん、で日本の空手の主力であった、また主流であった流派では腰を回してるじゃないかというか、うん、日本の空手は全部腰を回して、それが一見必殺、すなわち一つの剣、はい、まあ、あなたがおっしゃったように一撃必殺ですね、はい、それを得るためにはボクサーのようなパンチとか普通の人たちがやってるようなパンチではなくて、ちょっとお見せしますね、はい、すなわち腰を水平に回してるんですよ、はい、うん、そうですね、はい、あれは水平移動なんですね、重心移動ではないんですよ、はい、体重移動なんです、はい、いいですか、科学的に厳密な意味で言ってるわけじゃなくて、あれは A 地点から B 地点に回転しながら自分の体を運んでるだけなんです、はい、あれ、はい、地面とは平行に自分の体を移動させてるだけ、うん、そうですね、はい、重力力を使ってないんですよ、よろしいですね、はい、ですから振るというのも同じです。これ2つの弊害があるんです。すなわち重力力を使っていない、もう1つ非常にこれは弊害の中でも大きなものです、はい、足を止めてしまってついてるから重力落下を使ってしまった後に体の力だけで持っていってる、うん、すなわち筋肉の運動エネルギーだけでついてるんです、あれ、はい、それともう一つ、ここに足をプラント、すなわち固定させないとこれ回れないんですよ、うん、あ、これが軸になってるから、うん、振るとなると、ですか、軸はここだっていうけどこれが軸足になってるんですよ、それとこれをつけないと、うん、分かりますね、これをつけないと体が回ってしまってあさっての方向に行ってしまう。あ、なるほど。沖縄空手では手が先だというんです、突きは、はい、体は後からついてくる、うん、でもこれは専門的になるとそうではないんですよ、体の未来の位置はあそこなんだよと、本当は、はい、これはもうものすごい、あのちょっと発想を変えないといけないんですけど、うん、もう国際沖縄空手道無双会の会員諸氏は分かっていると思います、はい、うん、すなわち体、未来の体というのは意思で行くんです、自分の認識で、うん、カグネティブな感覚で行くわけです、はい、その時はもうついてる、でもその時は体っていうのは自分の重心あっちにあるんですよ、もう、うん、あ、なるほど、分かりました、分かりますね、はい、その時にこうやったらもうどうしようもない、はい、ですから彼が言ってるのは、いや、一見必殺というのはこれで相手に叩き込むからこそあるんじゃない、うん、はい、あの関係ないんですよあれ、うん、それは叩き込むにしても我々はこうやってますから本当はこれでいいんですよ、お、はい、だこれだとほら体が運ばれていくでしょ、うん、いいですか、ちょっとだけ大げさにします、はい、あんまり大げさにすると任意にやってますから、これ任意ではないんです、すなわち運動法則として自分の後ろ足が前に行っちゃってるんです、見てください、うん、はい、これが歩くことが技という意味なんです、それを途中で一歩入ってしまうと相手に激突して、うん、相手に自分の体と相手の体が激突して技どころじゃないから、はい、一歩入らないだけ、はい、それはこれだけなんですよ、もう重力落下を起こしてるのは分かりますね、はい、その時に腰を回す運はできないし無駄なんです、はい、なるほど、腰を振るなんて時間がないんです、うん、時間がない、振って出す、
回して出すなんて時間はない、はい、刹那というのは1秒の75分の1です。そんな時に足を固定させて腰を振る、足を固定させて腰を回す、そんな時間はないです。または縮めた足を伸ばしてつく、そんな時間ないです、はい、これだけなんですよ、はい、皆さん組手をやっておられる方たちもご自分のまた他の人々が戦っている状態を見てください。そんな時間はありません、はい、なるほど、ということなんです。ですからこの方がお書きになっているヒップローテーション、ワイパンチング、トータリーユースレスと言いますけど、はい、その通りなんです。トータリーユースレスなんです、うん、必要ないです。必要全然ないです。というか、あれは弊害にしか出るしかない、うん、逆です、ね、必要ないんじゃなくてあってはいけないということです、ね、そう、あってはいけないです。ユースレスではないんです、うん、You shouldn't do それをやってはいけないよと、うん、いうことなんです。じゃあ先ほどシャンの言葉にもありましたけど、はい、松村総根の月は足が先ではなかったと、手が先だったという言葉がありましたが、まあ、松村も腰を振ってなかった可能性が高いということになるんです。いや、腰なんか誰でも振ってません。誰も、うん、沖縄からでの腰を振るというのは、はい、これはですね、糸須と糸須安孝先生ですね、はい、糸須と双璧を歌われた急なペイチン、ペイチンというのは昔の沖縄の武士の位の名前です。はい、ペイチン、ペイ組とも言いますけどね、ペイチン、ペイ組、まあ、これはまあペイチンとペイ組はまたちょっと違うんですけど、そこまで説明しません。急なペイチンというのが、拳の強さ、剛拳を歌われた双璧なんですよ、糸須と、はい、この急なペイチンね、はい、それでこのお二人は非常に仲良かったみたいです。かつ、はい、で玉うどんの護衛か何かをなさって、守衛か何かをなさっていたはずです、この急なペイチンが、はい、この方のお弟子さんに、この方の冒険というのはやっぱり腰を振ったみたいなんですよ、腰を激しく振る、はい、それでこの方のお弟子さんに宮平という方がいたはずです。確か宮平だったと思うんです、はい、この名前は。この方も冒険を歌われた方です、はい、で巻き藁月で有名な方ですね、うん、有名な方ですね、うん、それでやっぱりこの方が言ってるんですよね、資料今どっかに紛れ込んでるはずですけど、これは修行の一部なんだと、うん、すなわち修行でここを重要視する時ありますよね。その時に段階を経て上達していく弟子に、お前が今これやってるのはこういうことなんだよということを教えるため、ビビッドに見せるためにやる方法の一つでしかないんです、うん、お分かりになりますか、はい、これを実際の戦い、実際の方に使うというのは、当時はこれはやってはいけないというか、このレベルを卒業しないといけないレベルなんですよ、うん、ですから沖縄空手は腰を振りません、はい、沖縄空手は腰を回しません、はい、なぜなら人間は腰を振って歩かないし、人間は腰を回しては歩かない、はい、人間というのはちょっとお見せしますけどよろしいですか。あ、はい、お願いします、はい、人間というのは左右の筋肉が別々に動けるんです、はい、うん、骨盤も左右別々に動けるんです、はい、でも人間というのは一体になっているから、これを動かした時にこれが動いているように見えるわけ、後ろ側に、だから回転してると思うわけです、うん、そうではないんです。人間というのはこのままこれがここに行って、その時はこれは後ろに行きません、はい、反対側前に倒れてるんです。それでこれが倒れてこれが行くわけです。よろしいですね。この時にこういう動きはない、またはこういう動きもない、はい、そしてこれに頼ってしまうと月が遅れるんです、はい、月というのは沖縄からで明確な言葉があるんです。月は手が先と、手が先なんですよ。いいですか。体が落ちてるように見えるでしょ私、はい、でもこれは厳密にやってみますね。月が出た後に体が落ちてるんです。うーん、なるほど。一瞬のこれが出た一瞬、この時にもうこれで出てる、この時に月が体が出て作ってるわけじゃないの、はい、月はここあたりで相手に当たってないといけないわけです。ですから振る、回す、実際の戦いを今 YouTube では見れますから見てみてください、はい、回してません、うん、振ってません、はい、それだけの時間というのは実際の戦い、組手でもいいです、組手の競技でもいいです、または何でもありの競技でもいいです。競技でさえ回してない、あれだけルールと時間が制約された競技でさえ回してないんです、はい、本当はそれを実践で回すわけがない、実践で振るわけがないです、はい、ですから一撃必殺というのはどういうものか、これはまた一見必殺ですね、はい、これはまたいつか別の機会に説明すると思います。
はい、どうもありがとうございました。では無双会チャンネルではコメントでご質問等を募集しておりますので、ぜひコメント欄にお書きください。また来月6月26日にオンラインで会員向けに稽古会を実施いたします。会員の方はぜひご参加ください。また会員登録をされたらどなたでもご参加できますので、ご興味がありましたら概要欄からリンクの方を詳細見てみてください。荒垣さん、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。